動画の続き、まあちょっとお金を下ろして、まあ1000冊下ろして、で飲み物買って、まあ雨降ってなかったらもっと散歩してもよかったかもしれないね。では動画したいと思います。でこれを入れる、まず閉める、洗濯のみ12キロ、30分600円、乾燥のみ8キロ、10分100円。あれ、これじゃああれだね、分けた方がいいね。料金を入れると自動的に運転がスタートします。いらっしゃいませ。あ、押してからね。洗濯物を入れてドアをしっかり閉めてください。まあ、乾燥は別にしなくてもいいかなって感じもする。あの、部屋で干してもいいかなって。そうするか。うん、そうしようかね。飲食禁止だって言ってるから、外出て飲み物ちょっと飲んでくる。飲食できるコインランドリーなんか珍しいのかな。俺の家の近くだったらね、なんかカフェとか漫画とか置いてあって、カフェっていうか、まあ自販機売ってたかな。けど飲食 OK だったんだよ確か。暇の間どうしてんだろうね、ここら辺の人。まあここら辺住宅街だから、一回家帰ったりしてんのかな基本。しかも函館田舎だから盗まれるとかともないだろうし、いや分かんないけどそれは。冬だから乳酸菌ってやつ、伊藤園のやつ買いました。あ、違う、グリーンだからだ。伊藤園じゃねえよ、まあ、ヤクルトっすね。あ、違う、サントリーだ。で飯とか全然写真撮ってなくてさ、今日で、まあ、あの朝一、あれ海鮮の漁港のさところで飲み物買ってって、飲み物じゃなくて食べ物買って、牡蠣の天ぷらとか、あと海鮮丼食ったね。写真撮るの忘れてたんだけど、あとイカ焼きみたいな、あとソフトクリーム食ったね。なんか結構グイグイ来る何店員さんばっかだった。うちうまいよって、これあるよって、食べてきなみたいな。
江ノ島行った時のそういう漁港みたいなところとまた違う感じだったね。江ノ島はねもっと人いたからね、一時客にね 声なんてかけてられなかったんだろうね。こっちはあのちょうどいい感じにお客さんいるから、すごい混んでるってわけでもないから、客引きし放題っていうか客引きしないといけないみたいな感じだったね。でその後なんかあのこっちの方の中古ショップ回って、まあそんないいものはなかったけどある程度買い物できたかなって感じだね。でまあちょっと軽く服屋とか見に行って、あとミスド行ったね。ミスドね、やっぱオールドファッションとかは多少安かった、96円。こっちの方はなんか小麦の仕入れの仕方が違うらしくて、そのおかげでなんか安くなってるっていうの聞いたことある、うん、本当かどうか分かんないけど、けど安かったよ、うん、味は普通にうまかった。まあ変わんないね基本、まあ、多少変わるのかもしれないけど知らんけど、そこは俺味の分かる人間じゃないし。まあ、そんな感じかな。まああとは友達の家でゲームして、で今に至るって感じかな。まあちょっとスマホいじりたいんで切ります。